日々飛び交う、それも世界中からいろんな形で入ってくるさまざまな情報を、自分が自分を考えた時にどれが必要でどれが不必要で、どれが大事な情報でどれは大事でないのかということが判断できる人になっています。そしてそれを判断した上で、かつそれをどう利用して、そして自らが行動していくのか、でその情報を活用してかつ行動を起こせることができる人間になってもらいたいと思っています。でそのためにはもちろんそういう行動力を持ったという言葉で言えるような強いものというのは必要ですが、それと同時に、その行動の結果ということは、自らが、責任を負わないといけないことですから、単に、自分が好き勝手にわがまま、あるいはやりたいことができればいいということではなくてですね、その行動が、周囲の人々や、あるいは自分の視点には入らない人にも含めてですが、どういう影響を及ぼすのか、どういう結果をもたらすのか、そしてその結果がまた自分のところにどういう形で返ってくるのかということも含めてよく考えた上で、かつしっかりと行動ができる、そういう人間に育っていただきたいと思っています。